外反母趾の治療をしたら腰痛改善しましたとか膝の痛み改善しましたはめちゃくちゃ多いです。全然違うんですよ。やっぱり歩きやすい、めちゃくちゃ歩きやすいです。はい、整体院復活院長で理学療法士の松田啓太です。動画ご覧いただきありがとうございます。このチャンネルでは腰痛、膝の痛み、肩の痛みを根本的に解決していく患者さん向けの動画になっています。もしあなたが3件以上の整骨院、整体院、病院に行っても改善していない、もしくは病院に行っても痛み止め、湿布しか処方されていないのであれば、この動画を通してあなたの痛みの原因をしっかり知ってみてください。松田さん、はいよ。外反母趾出た、あるじゃないですか。あります。あれってどういう原因でなってて、なんで痛くなっちゃうんですかね。でめっちゃざっくりまあそうだね、患者さんと同じようななんでこれ起きるんですかって来るんですよね。で患者さんとかだと外反母趾で痛みで訴えてくる人よりも、腰痛でした、治療していくと外反母趾の治療をしたら腰痛改善しましたとか膝の痛み改善しましたはめちゃくちゃ多いです。だから結構ね、外反母趾ってなんかまあ我慢すればいいやとか、ちょっとパッと入れればいいやとか、まあ痛みどうにかしようだけど、それが原因で腰の痛みとか膝の痛みってめちゃくちゃ多いので、それはでもね、メカニズムが分かれば分かります。なんで外反母趾になるのかが分かると、ああ、じゃあ外反母趾になるね、ああってことは膝の痛みも出るよね、そうだよね、だから腰の痛みも出るよねが分かってくるので、今回はちょっとじゃあ外反母趾についてメカニズムから実際どうして治療していくのかまでね、実際に紹介しましょうか。お願いします。はい、では外反母趾スタート。はい、ということで外反母趾ね、話をしていくんですが、外反母趾説明すると、まあ、これ右足ね、私の右足をポーンって取ったらこんな感じになる。で足の甲側からこう見てると思ってください。で足の、まあ、親指、人差し指、中指、小指みたいな感じで、小指と親指側ね、もう外反母趾って何が起きてるかっていうと、これこうなってるんですよね。こんな風になってます。まあ、いわゆる足の先っぽの部分と足の付け根の部分、中足骨ですよね。こことここの位置は一緒なの、ほぼ。なんだけど、これがこう、外側にこう開いて、こんな風になってる状態のことが外反母趾ですね。いわゆる、ここの MP 関節って言うんですけど、この MP 関節って付け根のところ、ここが外側に親指が行っちゃってるって状態です。で、この骨が外側に押してくるので、何が起きるかっていうと、ここで足が当たっちゃったり、靴の中でね、当たっちゃったりして、こっちが痛いとか、すりむけてくるとかですね。っていうことが起きてきます。で、これは基本的に女性の方が多くて、やっぱりヒールを履いてる女性だったりとかに結構多いかなっていうのは正直なところですね。で、これ何が原因なのかって言ったら、これ原因は指を曲げる筋肉が弱くなっていることです。どういう原理でってなんですけど、結構わかりやすくて、何かっていうとね、この足が私ね、あるとします。で、この MP 関節っていう、いわゆるここの根っこの骨、指の根っこの骨が、しっかり曲げられると外反母趾結構改善すること多い。逆にここが曲げれないくって外反母趾になってる人がめっちゃ多いですね。で、なんでこれが必要なのかっていうと、この MP 関節ってところが曲げれると、しっかり地面が噛めるんですよね。こんな感じで。地面が噛めます。地面が噛めるっていうことは、しっかり体が安定できる。例えば、これわかりやすく言うとね、足の指をね、こんな風に上に上げた状態ですね。こんな風に上に上げた状態で両方作ってください。そうすると歩きにくいですよ。なんかペンギン歩きみたいになります。ペタ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 。で、指がしっかりつく、イコール指がしっかり噛める状態を作ると、しっかり歩きやすいんですよ。例えば、指が上がった状態で歩いてみるのと、指をつけた状態で歩くっていうのをやると、全然違うんですよ、やっぱり。歩きやすい。めちゃくちゃ歩きやすいです。歩きやすくなるんですよ。で、指でしっかりグリップできる地面を。っていうのは、めちゃくちゃ歩いたりとか安定するっていうのですごく大事なんです。でも、さっき言ったみたいに、この指が使いにくくなるんですよ、現代人。昔って外反母趾あんまなくって、現代病って言われてます。これなんでかって言ったら、この指の力がなくなってきちゃう。で、指の力がなくなりやすい環境があります。これちなみに何だと思います？靴を履いて。正解。いいじゃないですか。じゃあ今日はこれで終わりにしたいと思います。はい、分かる分かる分かる。靴履くんですよ。昔は草履とか裸足で歩いてたんで、いわゆるデコボコ道も多かったから、デコボコ道でしっかり踏ん張ろうと思うと、指先だけで噛むだけだとパワー弱いんですよ。だからどうするかっていうと、この指の根っこにある MP 関節ってね、この根っこにあるところ、ここでグッと噛むんですよ。ですけど今の現代人どうですか？そこにグリップがある靴を履き、裸足で動くってことがほぼほぼなくなっちゃってるんですよ。で、
何を履いてるか靴なんですよ。靴は何かって言ったら、この MP 関節が動けるほどの幅はないです。こんな動かせる範囲なくって MP 関節が使いにくくって、どちらかというと先っぽだけが使っちゃう状態が起きやすい。そうすると何が起きるか、安定しないんですよ。いわゆるさっきのペンギン歩きみたいな状態がずっと続いてるんで安定しない。でも活動量を上げたい、そうだとどうなるかっていうと、安定しない中動けませんよね。だから安定させようとするわけ、足を。そうすると何が起きるかっていうと、ここの分が使えない、噛めない分、どうしようどうしようどうしよう、分かった、ここをこんな風に広げたら足が地面につく幅が広くなって安定するんじゃないかなんですよ。そうするとここの横アーチって言って、こういうアーチが普通あるんですね。アーチがあるんだけど、これを潰してぺったんこつける範囲を広くする。そうすると広くなった部分が当たってると、例えばこの3本だけで私の体を支えるのと、5本指で支えるの、もしくは手のひら全体つけながら支えるの、どれが一番安定しますか？圧倒的に全部つけてる方がいいです。なんでか、接触面積が広くなる。いわゆるつく面積が広くなればなるほど基本的には人は安定する。逆に言うと、この面積が狭くなればなるほど不安定です。なので基本的には指が噛めないイコール安定させないと動きが出せない。安定させるためには足を平たくして安定させる。平たくするということは足が開く、開くけど指先がつっている状態、これって何ですか？これが外反母趾ですね。だから基本的にはこの足の付け根の MP 関節がしっかり曲げることができないから安定しなくて広がるしかなかったっていうのが外反母趾のスタートです。逆にじゃあ外反母趾になったらどんな治療をするんですかって言ったら、 MP 関節が曲がるのかっていう、まず治療評価方法ね、自分でもいいです、自分でもいいので、まず一番正常なのは MP 関節だけを曲げてください。こんな風に他の指は伸びた状態で曲げるのがいいですけど、私しかできません。結構他の人たちもできない。なんでまずは MP 関節がまず第一段階曲がるかどうかを自分の指でこんな風にテストしてください。曲がるかどうか見てください。まあ座りながらでいいです。こんな風にしながら、まず曲がらなかったらそもそも筋肉入んないから曲げてみる。これがまず第一段階で、曲がるんだったらこの曲げた状態で止めてくださいって言って止まるかどうかですね。止まらないんであれば弱いです。で、弱い筋肉がどっかあるので、薬指かな中指かな人差し指かなっていうのを見ながら確認してください。これが2つ目、動くのか、次は筋力があるのかですね、っていうところを見てみてください。あとはこの状態で力をぐっと加えてみる。負けた状態で頑張ってもらった時にしっかり負けずに耐えれるかどうかで、負けずに耐えることできたらしっかり安定させることができるぐらい筋力がある。ただ外反母趾の方やってみてください。指一個一個やってみたら分かりますけど、親指の筋肉全然入んないです。曲がるっていう感覚がない人さえもいますっていうぐらい、すごく安定してない状態だと思っていただければなと思いますね。なのでもう一回まとめますけど、外反母趾になったら原因としては基本的に指が噛めてない、 MP 関節が噛めてない、安定しないから安定させるために足を広げていく状態で、一番は MP が噛めない状態、ヒールの状態っていうのが一番分かりやすい。不安定で MP 関節が使えない、もう最高ですね。外反母趾になるしかないっていうようなもんです。じゃあどうするかっていったら、治療は MP 関節をどうやって曲げるのかっていう治療、まずは可動域があるのか、動きがあるのかどうか、ある場合であれば筋力があるかどうかですね。まあこういう風に順番を持って評価をしていくことによって、可動域が少ないんだったらしっかり可動域出しましょう、筋力が少ないんだったら筋力をしっかりつけましょうっていう風に進めてみてください。そうすることによって原因が分かってくるし、外反母趾のね、あとは痛みも改善できるようになってくるし、でここは噛めないとどうなるかっていうと、膝を伸ばしっぱなしで安定したまま歩いてると膝に負担が来る。でこの状態であると腰が反ってきて腰が痛いね。じゃあ足が指がしっかり噛めれば膝が曲がってくるし安定してくるね。しっかりこう噛めることによって腰が反らなくてよくなってきて、しっかりまっすぐなる。そうすると腰の痛みが楽になってくるね。だから腰の痛みも膝の痛みとかもこの外反母趾関わってくるし、外反母趾単体であったとしてもしっかりこの MP 関節曲げていくってことをしっかり治療していく、これによって改善すること多くなると思います。ただこれ大事なのは、外反母趾にこんな治療がいいとかこんな手術がいいじゃなくって、原因をしっかり見つけてください。症状に踊らされてるんじゃないんですよ。このね、原因がしっかり見つかることでどこに治療するべきかは分かるし、自分の痛みの原因が何なのか分かってきます。でこれが分からずに迷走してるからすごく不安になるんですよ。大事なのは自分の原因を知ること、そこにもっともっとフォーカスしてみてください。それが分かることで本当に楽になるし、どんな治療すればいいかが困らなくなりますよね。大事なのはしっかり原因を見つけること。もしね、しっかり原因を見つけて改善していきたいということであれば、概要欄の方に整体院の情報を貼っておきますので、そちらの方からぜひチェックして、整体院の方に電話もしくはオンライン予約やってみて、整体をぜひ受けてみてください。はい、あとはですね、今日の話良かったなと思っていただいたりとか、参考になったなと思っていただければ、チャンネル登録ぜひ
よろしくお願いいたします。今日はこんな学びでした、こんなことも教えてほしいってことを言っていただければその内容も話させていただきたいというふうに思っていますので、ぜひねコメント欄にコメントお願いいたします。あとは高評価いただけるとすごく励みなのでそちらの方もよろしくお願いいたします。ではですね、今日はここで外反母趾の話させていただきましたけど、ぜひね実践やってみてください。では今日はここで終わっていきましょう。今日も動画を見ていただきどうもありがとうございました。また見てください。